We are back, here we go. Do a thump, 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 thump、その時に一番まず履き替えているつま先から今分かりやすく靴の字になっております。でそのまま踏みますの時に足のこの確認してください。自分の足の方向のベクトルが同じ方向向いている、要は右足がこう正しいんだけど、右足がまず逃げてしまうと、正面からパッて見た時に逃げてしまう。逃げてるね、すごい抜けるよ、すごい抜けるよね。でそれをまず構えて押さえて抜けないように、はい、これ最後の確認、これいつも言ってるんですよね。最後確認して、次にバットマンの抜ける要素、その2で何これ、どっかに抜けてない、なんかどっかしらに方向変なところに入ってるよね。だから抜けてはいないんだけど、どっか巻いてるんだバットマンの力がどっかに巻き始めてる、どっかにやりすぎて、これ巻きです、okay? これは抜けです、分かる、巻き抜き、どっちもベクトルとしては間違ってます。もう一つ抜きの方向で全然違うのがあります。おかしいよね、もうおかしいよね。じゃあどうしたらいいの、ジミーさん。どうしたらいいの、ジミーさん。ちょっと、作ります。みんな正面から見せて。俺には俺の中のバットマンの素晴らしい形があって、まあ直接見てほしい。体ってそんなに動いてない。はい。で、ボディのこの主軸がこっちにずれただけであって、立てられない。なんで、ここに線引いてたらもう緑のまっすぐの線があるような状態で思ってると、ピーってまっすぐあります。このまっすぐの軸がこうずれてる、はい、だからこうでもなければこうでもなくて、まっすぐ正しくこっちに動いてだけなの、わかる。そのためにために左膝はここに体重が乗ってなきゃいけない。はーい、朝のラジオ体操でーす。あの一番無駄なやつ、はいはい、意味のないラジオ体操のこの形を必要としてるんですよ。わかります。そのためにいくら体が一緒でも、ちょっと見せて、右足見せて、この体全体見て、右足見てね、抜けたら見えないし、違うよ、ね、だからそれを全部押さえて必ず残しておいて、ここで自分の足が同じ方向向いてるか、体の軸が縦のキープのまま、ここの1の軸に対して2に行けてるかっていうのがすごい大事なの、バトン。またこれめちゃむずいからやってみな、バトンさん。でみんな前から見てて、ずれてないかチェックしてあげてっていう気持ちでやるとすごいずれるから、せーの、おお、なんかブレてるな。今の多分本当は映像見れば一番分かる。誰かさ、携帯貸しまくる、誰か携帯取りに、うん、ありがとうございます。ちょっともう一回やってみて、ボディの動きある。ボディの、ちょっとこれ解説したいんですけど、ボディの動きに対して、体がこっち来るんですよ。その速度と足は一緒なの。だから今、和田さんは足が速くて体が速い。なんか、R&B みたいな感じなのよ。わかる。すごいいいんだけど、バットマンの力をドンって入れるためには、ちょっと準備さん。状態を移すためには、なるべく足とボディを正しいリズムで、速さで足速くて、速くて、それも絶対的にとは言わないんです。それの後にこれがしっかりなるほど、それがバラバラになっちゃう。だから必ず足とボディをキープさせるためにどうしてるか、圧倒的に左足体重を乗っけない、ここのコントロール、それが終わってからようやく入る、それがちょっと無理だから、残すためになんで肩やってるかというと、肩のベクトルをこっちに残っていい、そしていいんだ、これ、和田さんせーの、じゃあもう一回やって、せーの、もうちょっとだね。まず左足をグンって立てて踏んで
踏みながら着地の段階に行って踏み、さあ、おお、できた。それとボディでしょ、せーの、さあ、それは私さんの場合、はい、踏みながら、おお、逆にボディが速くて足が遅い、そう、素晴らしい、もう一回せーの、じゃあそれやりながら、せーの、おお、見やすい、素晴らしい、これすごく見やすい、携帯に変えてね、どうぞ、せーの、もう一回、あ、せーの、せーの、はい、せーの、やるんでいいか、せーの、で今まず一番 やっちゃいけない、右足が上がってる、東京ガールズコレクションさあ、せーの、いやいやいや、せーの、うん、いや、ちょっとパターン上がってきました、うん、せーの、うん、で、今やってるのはこれだね、これが求めてるのは膝がもう体勢に近い状態になって、これが正しいで、どう、これ映像見てて、多分見てる感じも分かると思う、うん、この感じで、これは前に向かって、やっぱ線から線へ移動する意味の方を入れながら足で、もう一回、せーの、でん、そうそうそう、うん、せーの、そう、せーの、で、今円ワンって言ってるんだけど、ちょっと押さえてもらって単純に体を入れる、じゃあ映像見てみます、ありがとうございます、5、6、OK、せーの、 OK、 うん、最後に一番、はい、まず体が止まったタイミングから足のタイミングを出して、そう、これが正しい、うん、見てみよう、自分で、まあ、やっぱ止まるタイミングと手と体っていうのはいつも一緒じゃない、それを踏まえた上で、それを踏まえて皆さんようやくここで靴履くんですよ、伝えてください、チャンネル登録とインスタグラムのフォロー絶対お忘れなくよろしくお願いします。そしてフル動画の方はライトフィットドームにて公開中です。チェックアウト。